3位決定戦を行います。大型選手同士の対戦になりました。3位決定戦、浜井が178センチ78キロ、中村が180センチ90キロ。正面、はい、進、はい、さあ、3位決定戦の開始です。目いっぱいに戦いました準決勝。この2人まだその余韻は残っているかもしれませんが、いい決定戦に臨んでおります。後ろからの回し合い中断、膝蹴りを見せました。お得意の膝蹴り、いいよ中村、こぶち逃げていいよ、絶対ストップ、キュー、左側が中村真琴、右側ハワイ、あっと中段に剣が入った。いいですね、はい、お前疲労が残ってるようですね。そんな感じですね。先ほどいい、左の前蹴り普通は止まるんですけどね、はい、もうスピードがないですからね。そうですね、左の回し前蹴り出しても中村選手がもう中に入ってますね、はい、後ろ回し蹴り、そして前最後、先ほど準決勝で、ちょっとダメージがありました濱井に乗りやす2段であります。それが残っているかもしれません。絶対100だって最後よ、キューラどうしますか、愛情が出ました。切るかよ、中段蹴り、はい、まだまだ、はい、周りは取れんじゃないかと一瞬大型選手同士の対戦になりました。スタミナがあります。この中村誠、準決勝も延長戦でした。目いっぱい戦いました。です、ね、はい、その素晴らしい馬力、ファイト。顔を見ますとまだちょっと動画という感じもいたします。中村選手ですが、注意減点1が言われました。濱井紀康、あっと中段に入った。十分です。後ろ回し。中段に1回2回と剣が入っております。十分ではないですか。十分ではないですけどもね。はい、しかし十分ダメージは大事ですね。そして有効な、はい、ではありますね。有効な剣ではありますね。濱井相当疲れています。前蹴りを見せました濱井。聞かないですね。はい、そうですね。相当長野選手、長野選手いいですね。はい。さあ、ここで判定であります。判定は赤がもちろん4本が上がりました。主審も赤です。中村誠二段の第3位が決定したわけでございます。そして濱井紀康初段の第4位も決定いたしました。